日本元気よく結び大学のキャスター松本道です今日もですね、えー、国際ジャーナリストあという仮面をかぶって昔からの友人の南田先生にお聞きしたいです。くだらん質問あるかもしれませんけどねどうもね法律とは何かわからないんです日本人にとって法意識とは何か。自分もわからないので だら質問をさせていただきますけどね、<へー> <laughs> 今月の、ね、25日に最高裁の、ね、逆転判決があるかないか、伊藤しお織と山口紀之というのはね、ずっと続いてるんですよ、そういうところで、刑事、裁判では不起訴、わからない、こんなものはって、切ってんだけど、これが不服でもう一回、民事に行って、話は勝っちゃったから。 素人の女性が行って買ってしまったが、今、タイムではなんか有名な100人か1人の影響力のある勇気のある女、訴えて買ったと。そしたらもう、フェミニストが人権関係でワーッと動いてるんですね。訴えて買ったと喜んでる人は、うよは最後ばっかりだったりね。かたて山口は可哀想だってうよくばっかりだって、真実より意見だけの交換じゃないかという疑問があってね。 で今月、僕はもう言ったんですよ、これは逆転半月でおかしくない、なんでこう民事と刑事が違うことがあるのか、法の真実、正義とは何かということは、ちょっと南田先生に、ね、お聞きしたいんですけど、なんでこんなに違うんですか。うん、まあ、ある意味で当然なんで当然かっていうとね、民事事件と刑事事件というのは、もともと目指す方向が違うの、ん。うん 刑事事件というのは、一言で言うと、国家が刑罰権を発動するために、権欲周知なんですけど、権力の行使というのは、極めて、要するに抑制的でなければならないという考え方があって、そして、例えば有罪を認定するためには厳格な証明、つまり確実ある証拠を認定して、初めて有罪にできる。 歌式、うん、は罰せずちのまさにまさにそういうことであって罰することを極めて権欲的つまり自重してやる、うん、そうでないと国民をちょっとしたことで何でも刑罰うん、うん、証拠も何にもないのよほとんど有罪ということの暗黒時代にさせないために刑事事件の場合はそれは厳格な証明でもし難しければそれはもう。 無罪疑わしきは罰せずで無罪で検察も有罪率を高めるためにもあるいは検察の権威を高めるためにも訴追裁量権というのは極めて今言ったね権威を主義的に運用して、うん、なかなかこれちょっと公判維持できないなっていうものについては不吉にしてしまうとかね、うんうん、そういうふうな傾向が今の刑事事件の裁判状況なんですよ。 全然違った論理なんです。つまり、民事事件というのは基本的に民民の争い、利益の対立。で、いろんな法律構成で何とか権とか何とか義務とかでいろいろ言うけれども、それは説明のための方便であって、一つ言えることは民事事件の目的は何や言うと、利益考慮。原告と被告のどっちの言い分が正しいか、どっちの利益を保護してあげた方がええかという、これ相対評価なん どっちかがものすごく絶対的に正しいとかいうような問題と違って、A さんと B さんの対立において、どっちが部があるか、どっちを救済すべきか、という視点で判断するんですよ。証拠とかいうのはある意味で一応証拠裁判主義なんだけど、まあそこらは利益考量のための、あれで証拠の評価とか証拠能力とかものすごく甘いわけよ。だから、 まあ簡単に言うと裁判官庁が裁判所の利益考量によってどっちを勝たせる方がいいかということの判断でどっちかに軍配を上げると。いうのが民事事件のまあ一種の方向づけなんで。だから全然違うの。刑罰権の行使と民間の利益考量でどっち、どちらの利益を保護するかというような 民間同士の利益考量と国家が国民に対して刑罰権行使するための要件とは全然違うのが当たり前で。一般的に世界から見たら日本の場合は推定無罪より推定有罪じゃないかと。外国人総務権ですね。捕まったら自分がセクハラだ言っ,ったらほとんどそっちへ行ってしまうと。で、今回は不起訴にしたのは 俺、正しいんじゃないかなと思ったんだけども、今の話やったら、民事の方は、徹底、上皇証拠でも生かされるわけですよね。そういうことになりますそういうことだとったら、はい、やばいことありませんかあまあ、だから、やばいというよりも、それが、その、個別の事件での評価じゃなくて、うん、一般の裁判制度自体が、なるほど。利益考慮で入ってるから、の目的だから。うん、つまり、利益考慮というのは、 あの立候補料だ,だけで判決出しますっていうわけにいかんですよ。うんうん、それはみんな納得しないじゃないですか。だから、主張と証拠とかいろいろ突き合わせて証拠評価して。まあ、いわゆる裁判官が、そのいろんな主張と証拠の中で。自由心証主義ちゅうんですけど、うん、まあ、自分がそうやと思ったら、それが正しいという。うん、まあ、一種の裁判官市場主義みたいなところがあるわけね。<laughs> で裁判官市場主義で。 結局、俺の言うてることが正しいんだから、これに従えという形で、審判者の立場で、判断する立場でそういうことの判断をするのが民事裁判ですよ。しかし、そこになって一つ問題は、有名で優秀な弁護士は、どちらに立っても勝つということがあるから、話がうまかって説得がある人、人が勝つと可能性がありますね。話し方がうまいから、真実は可能限らないことがあるんですよ。 1> 私一番言いたいのはこの2つなんでこんなに違って次もっともう一回やるんです訴え出し逆それ逆って逆と逆ばっかりやってて誰が一体決めるのか、うん、だからねその刑事事件民事事件のあ大きな違いを言いましたけど、はい、その手続きにおいても相当開きがあるっていうのが刑事事件の場合はねどちらかというと比較的直接主義口頭主義つまり直接 法廷で議論を戦わせる。なるほど。民事事件のようにね、うん、準備書面と称してね、主張をいっぱい書いて、口頭弁論期日までに準備書面やから、その口頭弁論、弁論を準備するという意味で、処理予定するんですよ。うん、で、普通であれば、直接次やったら、その準備書面に書いた書面を、全部朗読せな。傍聴者がいんねやから、うん、傍聴者からしたらね、 今の裁判の制度、どういうやり方してるか言うたらね、はい、原告側のいつづけの準備書面、これ陳述されますかはい、陳述します。<laughs> 被告の方のこの何日付の準備書面、<laughs> 陳述されますかはい、陳述します。<laughs> はい、な次回技術、いつにしますょう聞いてる方、つまり傍聴者を借りたら、何を議論しとんねんか、さっぱりわからないわけ。<ー>だ書面主義になってね今、る民事事件自体が。なるほど。まあ、比較的、刑事事件の方は書面主義じゃないね、うん。 口頭主義直接主義なんだからそこに、まあ、聞いてる人も、あ、こういう議論をしてはんねんな、ということがわかんねんけど、うん、民事事件なんか傍聴するのは、かすみたいな話で、何にもわからへんのですそう,そうなんですそれ最初は逆転です。よくわからないですよ、ね。だって不起訴になった間違いかどうか、どうかわからない。とにかく自分がレイプされた、そこ後で終わった後、メール打って、 お疲れ様です。また今後よろしくって言ったそれ見える証拠に残ったら、本当にされたらどうか、刑事してわからないんですよ、そんなことは。だから不起訴は正しいように思うんだけれども、我慢できないからもう一度わーってやって、勝ったったということで、その、 正義というのはどのように流れていくのか、それ最終的に決めるの誰なのか。うん。だからね、例えばね、刑事事件でもね、刑事事件で最高裁まで行くような事件ありなんでしょうんで。そういう場合は、確かにね、事実誤認というのは上告流にはならへんやけど、かなりね、事実誤認の部分までね、立ち入って、あの、最高裁のまあ調査官、裁判官調査官が実際やんのやけど、うんうん、調査官では、 かなり綿密に調べますわ。なるほど。それなりに。はあ、ところがね、民事事件の場合はね、もうほとんど書面主義ですし、上告留書とか上告受理申し立ての留書を読んで、もう要するに書面主義的に比較考慮して終わる。いうやり方をするから、だから民事事件が、これまあ最高裁では第一小法廷、第二小法廷とか小法廷があって、うん、で、大法廷もあるんだけど、 刑事事件が継続しようが民事事件が継続しようが同じ物差しで判断するんじゃなくて、刑事事件はさっき言ったように刑罰権の行使がいかにあるべきかという形で、例えば第一小法廷が刑事事件を判断する場合はそういうもの差して判断します。で民事事件が継続したら今度はそれはその刑罰権の問題じゃないから、物差しが違う。同じ法廷でも。 例えば、刑事専門の処方点があるとか、民事専門の処方点があるということはないのよ。要は、刑事事件の場合は刑事事件のルールで判断するし、民事事件の場合は民事事件のルールで判断する。それをちゃんと切り替えて判断するのね。そこっは微妙なデープロセス、ー的な精神が、 見え隠れしますね。アメリカの o j シンプ p s のケース僕見に行ったんですよ。それで裁判長言ったら、あなたは無罪手するお金があるんですかと具体的に聞いてるんですよ。そ書面主義とお金とは違うけれども、何か動かして感情で訴えるものがあれば、エネルギーがあったら民事の方は勝つには証拠どうでもいいからって、それで極端になる可能性がありますよね。うん、なる、なる可能性ある。今言ったような質問中いうのは、うん、民事事件では絶対あり得ない。ああ。 っていうのはね、うん、あの、裁判官が、あの、当事者に質問するのは、うん、本人尋問以外はないんですよ。なるほど。刑事事件の場合はね、罪状認否がずっといろいろあって、基本的にはその、直接言える、直接主張できる、直接口頭で、あの、ものが言えるというのが、刑事事件の法廷ですけど、うん、民事事件は、もう沈黙の法廷というか、要するに、はい、書面、信じします。はい、<ー>終わりです。 はい、終結です。はい、次回判決。それで終わるんです。そうすると民事の刑事の方が意外と真っ当かもしれないですね。刑事そうそうそう。刑事事件の方の審理の方が、今おっしゃってよデュープロセスオブローの精神から言うたら、かなってるの。民事事件の方が、もうはっきり言って単なる書面主義やから。わかりやすい。今のええ加減な話ですい民事事件じゃほんまにね、 いい加減。もう、いい加減って言ったらいい加減。僕らがいい加減にゃんゃなくて。裁判所がいい加減。なるほど。あれね、傍聴させるっちゃどういうことか言ったら、この裁判が適正公正に行われてるかどうかのね、ことをさせるために傍聴させるんでしょ。なるほど。はい、書面陳述しますが、はい、陳述します。はい、書面陳述しますが、陳述します。いうことやったら。 これ、傍聴する価値がないわけ、ね。価値がないね。確かに。価値がないし、これ、要するに、公開の法廷で開く必要ないわけよなるほど。非公開の法廷で、法廷って言えるかどうかで非公開の場所で審理してるんだと。全く変わらへんですよ。なるほど。先生、まあ、裁判に傍聴しはったことないのかもしれないけどね。ねいや、民事事件って民事事件。民事な,な民事,事件なんかね、<う>僕らがで民事作りでやってるけどね、傍聴する人っていうのは、基本的にいない。 あそう言ってもね、あの、傍聴マニア。一人が二人ポコッと出てきてね。<laughs> そう<か>。あこの、それも、弁論じゃなくて、ね、弁論じゃなくて<ー>、尋問の時なんかにひょこっと出てきてる。なるほど。んで、どんな面白いのがあるかなとか言うて、要するにまあ、どっちか言うたら、言うたらやけど、暇つぶし。人の裁判で、事件全体に何の関心もないけど、とりあえずなんか、面白い場面があったら面白いかもしれんな,なというような。な ことで出てきてはる人がほとんどで、その公開の法廷の意味がないね。民事事件では。そこにやっぱり今の裁判制度、民、ね、事事件、刑事事件。行政事件も同じですね。民事事件の方やから。何にもないです。なるほど。何にもないです。例えば、量刑に限ってやったら、例えば、手法取引っていうのが入ってきて。 お前ね、自分がやりましたと言ったら3週間でいいと。やってませんって言ったら3年入ってもらうかもしれない。ちょっと来いって。それ最高です。そういうね、ゴリ押し的な説得法であったら、そういう資本取引でイギリス人嫌うんですけど、その日本に入ってきましたね。うん、もうこれ長いから、もういい加減手を打とうと。うん、お前、認めようと。有罪だと言ったらすぐに、ね、押してやると。これは法の正義ですか これはものすごく危険なせいだと思うね。危険このものすごい。いや、だからそれは、人間ってね、人間のね、犯罪者心理っていうのはね、引き込み心理があんねど。つまりね、自分だけがドボンして有罪になるの嫌やと。なるほど。連れ添っていこうかっていうことで、いや、だから、自分とか関係ない人間も、あいつも俺と一緒にやったんや、言うね、引き込み心理っていうのがあるねほう。じ、自分は確かにやってる。 うん、他の人も、は、ほとんどしてないんやけど、話は聞いたかもしれないけど、ほとんどして、共謀したことはないんやけど、あいつは話聞いとって初めから共謀しょったんや、言うてね。みんな、やば、言うわけ。うう言うわけ。そうするとね、そういう現象がを前提に考えるとね、この司法取り試験、ものすごく危険なのは、<険>一番初めに自白したやつが、刑がどっちか言ったら役割分担が言ったら軽いやつは、うん 重たいやつになすりつけるために、使用取引して自分は無罪中か、要するに起訴されんと済んで、その相手の人間を貶めるために取引するわけよ。なるほど。これね、それに使われるわけ。だから 首謀者とは絶対司法取引しませんからね、検察は。ね、周辺の諸々の、うん、諸々のその他大勢の人間と取引をして、で、うん、その首謀者なり、その周辺をいかに悪いかということを立証するために司法取引するんですよ。なるほど。だから、非常に歪んだ刑事裁判になる可能性が高い。ある。僕はね、間違って言ってくださいね。リング上で堂々とやるなディベート。 しかし、交渉となったらリング上、リング以下にも落ちくて、ね、戦いますよね。そうすると、リング以外の顔を向けなきゃ、こいつはやうちをしなきゃいけない、このボスの顔をかかってやるという、プロレスみたいでわからないんだけどね、司法取引とそういうこともあるから、危険ですよね。司法取引的な発想が入ってきてますよね。止められなかったんですかうん、これね。 ロッキード事件で、要するにあの、こうちゃんくらった。んうん,ん,ん証,言証言がありました。あれを結局最、最終的には最高裁が排除したんだけど、ど最高裁はさっきそれを容認して、証拠として採用して、だからマッチポンプやったわけよマッチポンプやった。この最高裁の、うん、立場自体が大問題で、結局それを、まあ、ことするような形で司法取引も、あ、言ってみあれは司法取引中も、もう、 裁判所の取引なんだよ。うん、あの、要するに捜査機関の司法取引じゃないね。うん、その言ってみれば裁判所が司法取引してるわけやん。アメリカと。うん。それでその、あの、こうちゃんクラスターの,そのあ、あの、要は全部証拠として採用させて、うん、で最終的には証拠能力を否定しただけの話で、一旦表に出すための段取りをしたの最高裁やないですか。なるほど。 最高こ,こんなね、汚点を残してるよ、日本、日本の刑事司法は。うん、ね。で、その汚点を、今度自分が矢面に立ってやりたくないから、うん、捜査機関から、つまり検察の方に司法取引をさして、自分は私ら悪ないよ司法取引してやって、ね、で、証拠なんやだから裁判官の言い逃れ、最高裁の、<ー>要するに今までの過去の忌まわしい、 歴史の否定して、隠蔽しようとするためにこの司法取締制度ができたとにしてほどしいと僕は思ってるぐらいなるほど恐ろしい制度です恐ろしい制度だよね、な、うんで入ってきたのか、日本ではなかったという誇りにしたけど、どんどん入ってきてます、イギリスは必死に止めたけど、入ってきた、やっぱりこの効果もあるんですよね、司法取締のプラス面も。いやむ、むちゃくちゃ裁判が簡略化できるあの証拠もほとんどいら,<う>いらなくてできる。 その。っていうのは、自白調書は証拠になんねんから。そう。その司法取引した人間の。これ、司法取引した人間の調書は証拠として採用しないっていうて話は話わかりますね、<ー>まだ。司法<ー>取引した人間の証拠、あの、教育調書が、そのままズボーンとね、証拠に採用されるんだから、これ。しかもその証拠の状況証拠と,とか、いろいろあって、自分が、 レープされただ許せないって日本のためにでワンは泣いって特に美人では絶対勝つということはありませんかだからでそういう問題がものすごいねててそ,、うん、それはねやっぱりその辺のね社会的な話題性の問題とかいうことで裁判官も人の子やから、うん、それでこういう判決を出したらまあ私も裁判官として世間的に評価されるの違うかとそうか。 いう、その、気持ちがあるの、当たり前じゃないですか。世間的な目が。あ、世間的な目は、裁判官ものすごく気にします。ということで、日本の法制度、司法制度を動かしているのは、法の精神という、まあ、空気じゃないですか。うん、空気、ちが、実際、まあ、お題目ちゅうか、要は、スローガンだけであって。うん、実際やってるのは。 もう裁判官の恣意的な判断なるほどそれに尽きてくる刑事事件の場合はまあ比較的ね、うん、比較的いろんなこう主張とか立証されるもんやからそんなでたらめなねなるほどことはやりにくいけど民事事件の場合は言ってみれば非公開と一緒やから何を判決したって勝手やとで結論だけが一人歩きしていやこれは画期的な判決やとかなんとかで,、うん、で出てくるわけよ でそういう裁判官のスタンドプレーが結構あるわけよなるほど民法で勝った最高裁が決めてその人が正しいかどうか見る方法っていうのはあるんですかその上の「お前間違ってるぞ」というような第三者の目があるんですかねこれねあの司法制度の最大の問題はね、うん、僕はあの裁判官の不法行為 裁判官。裁判官の不法行為が問題になってん、ね、今。なんで言うたら、裁判官というのは、その、民民の裁判とか、まあ、刑事件でも、自分自身は審判する立場じゃないですか。なるほど審判される立場じゃないから。<ー>でその人が、むちゃくちゃな判決を出した。もう、明らかにむちゃくちゃな、その、違法、違憲の判決を出したっていうときに、 その裁判官の違法行為じゃないですか。うんうん、ところがそういう判決を出したことについての誰が誰に対して批判して裁判を起こせることはないわけよ。なるほど。言ってみりゃつまり裁判をする立場の最高裁を裁判される被告っていうか当事者にするっていう制度ないでしょないね ねうん、でやろうとしたらそれは国家賠償請求を起こすわけおかしな話ですけど裁判機関の不,正不祥事を裁判機関に訴えておかしいじゃないですかこれがまさにデュープロセス・オブ・ローの典型的な違反事例、うん、なんでならばデュープロセス・オブ・ローの一番基本的な一つの理念の中に そのクリーンハンズの原則ってあるわけ<ー>でクリーンハンズの原則って何や言うたら汚れた手で法廷に入るなという原則つまり汚れた人間が判断すんなとお前が問題になってんねやからお前が判断すんなというのがね,ねあの要するにデュープロレスオブローの中のクリーンハンズの原則なんですよ。ところが裁判所お前の過ちを裁く時に何でお前が裁く立場におんねんだほど 裁かれる人間がなんで裁く立場におんねん。これはね。これがね、大矛盾なんだだから、最高裁が意見の判決を出しても、それを問題提起できる制度がない。ないね、ここに大きな最大の問題がある。なんでならば、それもね、その国家賠償を起こして、いや、それは確かに裁判、前のやった裁判所の落ち度ですね、と。うって素直に認める判決っていうのは、ほとんどない。解無にしとし、な、うんでならば、 変な判例があるわけ。どんな判例書いたら、裁判官の不法行為は、もう言ってみれば、極端に明らかな違法意見でないと、違法でないというね。無病性です。無病性。です。無病性というよりも、うん、普通ならば、裁判官というのは、一般人以上に法律に精通して、うん、何が違法か合法かということが判断できる、極めて 注意能力の認識能力が高い人間なのよね。それを、例えばね、明らかに違憲やということが分かってるのを、民間人でも分かるはずなのに、裁判官が明らかに違憲でないと、裁判官の違法行為を認めないって、これおかしいじゃないですか。一般人ですらね、明らかに違憲やったら、けんやというのに、裁判官が明らかに違憲も分からんと。 意見の判決を出しますかと。そんなあの職業的な能力において劣ってるんですかという民間人以上に劣ってるんですかということはちょっとありえない話でしょところがそういう判例があるね。で、例えば国会に対しての国会の立法不作為っていうのがあるんですよ。例えば長い間ね、例えば在外の日本人の選挙権をずっと否定してたものについて意見。 訴訟を起こしてそれが認められた時にそういうこともあるんやけどそういうことの前提として何をその立法がほったらかししてるという不作為の違憲違法これを判断する基準はそれも同じように明らかにね違憲やいうことが国会が分かっていながら放置したことが唯一違法行為やっちゅうねそんなことないでしょうと。 一般人以上に注意能力があってそれをするんやったらそれはあの明らかにでなくても当然違憲であれば違憲判決出すべきじゃないですかそうすだからも,ものすごく鼻息な画面<ー>飲水の判例がずっと積み上がってるわけなるほどでそれによって今そういうふうな国家賠償のハードルが高いでそういう現象が今起こってるんですなるほど どういうことかって言ったら、デュープロセスオブローっていうのは、英語はあんまり使いたくないんだけど、日本でも、画ン飲水やとか、身びいやとか、身勝手やとか、そういうような形で、そういうものを批判してきたじゃないですか、伝統的に。裁く人は公正中立でなければならないという伝統があるじゃないですか。公正中立な人が、ほんまは自分が当社なのに、そうでしょ自分が誤った判決を起こしたことによって、 裁判を起こされてんやったら、自分が当事者じゃないですか。裁判所が当事者なのに、裁判所が判断するのはおかしいじゃないですか、という議論っていうのは、全然今までされてこなかった。されてないし、そんな、通った人もいないから、その点で行けば、西洋の方がはるかにマシですね、日本の司法制度よりも。例えば、さ、フランシス・ポープね、あの、カトリックのフランシスが砂漠を拒否したんだ。Who am I to judge? 英語使ってすみませんけどね。僕は毎週ジャッジ行っ,ったら、砂漠権利は私にあるかほ。こうでも言ったんですよ。日本は誰も言わないです、ね、言わないですね。俺がこんなに権利があるのかと言わせたいけど言わないね。うん、そんなことを先生が言ったら、日弁連から壊られます。いや、日弁連関係ないですよ。日弁連はもう何も言, <laughs> 言,言わないから。言わない、ね。言わない人間は、あの、言う,う人間を批判、要請へんですよ。 そうかこれ、裁きってもって、これは続きそうですね、裁きは何か、このあたりで、ね、これね、ええ、こ,れここの矛盾をほとんどの人が指摘してる僕は僕はその関係でまあ名前覚えへんけど、いくつか裁判起こしてますよ。<う>で、これはね、エンドレスになる可能性あるエンドレスななるかなんでなろうか <laughs> 一言で言でたら裁判起こす。でしょはい、はい 裁判所の不正がある違法行為ああいうて裁判を起こすでしょ、うん、それを裁判官が判断するでしょで蹴、蹴られるとするでしょ、うん、蹴ったその判断もまた違憲やと言うとあれやねでそれをずーっと影響に繰り返される。そうしたらもう。とことんやっていくっていう。帝国でもっともっと先の桑が立ちってね、手を挙げてたたれたのが無罪で言うとあんま変わらないねえから。 あそっちは正しいからそっちの正しい。ちょっといた <laughs> お前ここでやましい。やましくないっていうやついるかってみんなどっかありますよね。ああそ,うそうです、そうです。それのすごいね。うんうん、法律の原点続けてまたやりましょう。はい、どうもありがとうございました。よっしゃ。